何しに来たの？君の神器ならまだ使えないよ。私も神器のロック作業が終わったら避難するから。支部に配属された新人を2人紹介する。待望の新型人気使いだ。いやー、元気を出る。ガス壁を破って人気保管庫エリアに移動。ダーッ。荒神化が進行した結果、二度と人間には戻れません。あなたはその荒神を殺せますか？大ヒットハンティングアクションがハイスピードで最短。謎の巨大生物荒神を狩るゴッドイーターたちの戦いがシステム、ボリュームともに大幅にパワーアップして帰ってきた。では新要素の数々を紹介しよう。新アクションコンボバーストによりさらに爽快でハイスピードな連続攻撃が可能になった。バーストスキルも追加され、自分のキャラをより個性的に強化できる。仲間と共にバースト状態をキープせよ。 NPC の思考も劇的に進化。リーダーである君は仲間に指示を出すこともできる。うまく活用すれば狩りの戦略が大きく変わるはずだ。自在に弾丸を開発できるバレットエディットにも新たな弾種を追加。プレビュー機能も強化され、さらに奥深くなったバレット開発が楽しめる。君たちの自由な発想に期待しているよ。サブキャラクターも大幅リニューアル。より個性的になった仲間たちと共に激戦を生き抜け。装備や衣装は前作の2倍以上。君だけの戦闘スタイルで荒神に挑むことができる。じっくりと作り込んでくれたまえ。新システムアバターカードでは自らの実績が分かるほか、友達と交換することで互いのキャラを NPC として共有が可能だ。さあマルチプレイでも一人プレイでも信じ合える友と共に戦おう。俺たちの仕事はいつだって一人で背負い込みがちなバカなリーダーを支えることだけだ。そうですね。俺も覚悟できました。よし、みんなよろしく頼む。心あふれ、さらに新速、さらに連撃、全てが生まれ変わった狩りの世界で再び始まる鎮魂の物語をその目で確かめろ。ボロボロになった羽でも誰かを思う、その気持ちがあるから。アレクタ、ウエスト、悪いな。コンタ、後ろ。何？え？出会えて本当に嬉しかった。絶対に生きて帰る。プレイステーションポータブル専用ソフトゴッドイーターバースト10月28日発売予定。